では続きをやっていこうかなと思います。この蓋とこの本体にファスナーを取り付けたいと思います。ファスナーは30センチのファスナー、この色に合わせて焦げ茶用意しました。2本ですね、2本用意していただいて、それと7センチ ×7 センチの正方形、これは何に使うかと言いますと、このファスナー2本をジョイントさせる布です。ではまずこの入れ物のこの内側の寸法を測っていきたいと思います。メジャーがないので紐で測ってみます。測るときはね、この内側を測ってください。外側を測るとちょっと何ミリか誤差が生じます。まずどこでもいいのでこうして待ち針で留めて、こういうふうにしてね、59センチあります。なのでこのファスナーを 30×30 なんですけれども、59センチに調整します。どうするかというと、このファスナーのこの部分ですね、これこことここをこう突き合わせたいんですね。このぐるーっと閉じた時にこの部分に当たります。この部分ちょっと隙間があると物が落ちるので、きっちりとこう合わせたいと思います。ちょっとこれ開いてますが、これがきっちりと合うようにしていきたいなと思います。端に置いて、こちらの先59センチのところにきっちりと置きます。これだけ重なってます。重なったところに待ち針を留めます。ではこの端からこの端までが59センチあります。ここ重なったところを縫います。ここ縫い合わせました。そしたら先ほど7センチ ×7 センチに切った布は、ここをこうカバーする布です。両端を7ミリほど折り返して、この重なりの中心と布の中心を合わせます。そしてここをまつります。きれいに隠れました。これで59センチの長いファスナーが1本できました。では次にこの蓋部分にファスナーをつけていきたいなと思います。4箇所に待ち針を刺して4等分しました。そしたらファスナーも4等分します。ではファスナーも4等分しました。そしたら合わせていきます。まず裏返して、では一番最後ね、ここに金具があります。きっちりと金具と金具が並ぶように合わせます。これ離れてると隙間が空きますし、重なると開閉がしにくいので、きっちりと合わします。では今4箇所留めたところの間にも待ち針を打ちます。では一番の難関のファスナーと蓋を取り付けていきたいなと思います。まずファスナーとファスナー金具がきっちりと合っていることを確認して、一番最後に慣れた頃にこの一番難しいところを縫いたいなって思います。でファスナーをね、少しずつ開けながら縫っていきます。ではファスナー、10センチぐらい開けて、開けたところからこの辺からこのファスナーの金具の下2ミリぐらいのところにちょっと縫い目が変わってるところがあるので、この部分と一目入れてね、バイアステープのこの内側1ミリぐらいすくいます。こことここを突き合わせて、バイアスの裏側2ミリぐらいすくって、こんな感じですね。
し子のようにして縫っていきます。裏に待ち針が止まっているので刺さないように注意をしながら同じように縫っていきます。では一周回ってきました。一周回ってきたぐらいでちょうど手が慣れてくるので、この一番やりにくいこの重なってる部分やっていきたいなと思います。このファスナーが重なっている部分、これが出てると思います。端の布、これをねこう斜めに折り返します。こんな感じでここを待ち針で留めておきます。重なっている部分は細かく縫います。はい、こんな風にして縫えました。それでね、ここねペラペラするのが嫌なので、これをまつっていきたいなと思います。最初にね、先ほどこの三角形に折ったここをきれいにまつります。このピラピラのところのね、これを押さえる縫い方です。左から右に縫っていきます。まず2ミリぐらい下すくって、こんな感じで、そして右側に進んでいくので、右から左に向かって2ミリぐらいすくいます。見えるかな。同じように右から左にすくってで、ファスナー部分、そして上部分、右から左に2ミリすくう、こうしてペケになっていきます。ちょっと上手に言葉で言えないので、こんな感じでこういう風にして縫っていきます。そしたらね、このピラピラっていうのが綺麗に収まります。では蓋が出来上がったので本体につけていこうかなと思います。本体も同じようにつけます。4箇所に合い印をつけます。4箇所合い印つけて蓋をつけていきます。ファスナー全部開いて、まずどこでもいいのでこの中心と合わせます。合い印のところね、合わせて、それと個体角線ここなので、ファスナーの端きっちり突き合わせて留めておきます。そしてきれいに収めていきます。はい、つけれました。下もねつけてこんな感じで突き合わせてます。こっちもねこうまつって、この辺がピラピラしないようにしました。ほぼ完成なんですね、これで。でこう締めて感じなんですけれども、あとねこの取っ手、ここをつけたいなって思うのと、ちょっとねこれもそうなんですけども、ちょっとここがサイドが柔らかいから、この開閉がすごいしにくいのを今回ね調整していこうかなと思って、それでね買ってきたのがこれ、ダイソーさん商品ですね。この PP シート、乳白色、まあ乳白色でなくてもいいんですけども、厚み 0.75mm っていうのが売ってたので、これ使えるなと思って買ってきました。これをねこの内側にぐるーっと取り付けたらどうかなと思ってます。なのでやってみます。
完成しました。こんな感じでファスナーを締めた時にここできっちりと合わさってるし、こう持ち手でねこう持った時にファスナーの締め口が上に来るように持ち手をつけました。そしてこの中敷きを入れたことですごくかっちりとしてこうファスナーが締めやすいですね。こっちはね今まで全然疑問に思わなかったんですけども、ファスナー締めるときにちょっとね締めにくいんですよね。やっぱりここ柔らかいからこうしてね、だからこう開けて置いてることが多かったんです。半分締めてこういうふうにここから手を入れて出すとかね、こう持ち運ぶことはあまりなかったんで、これはこれで良かったんですけども、まあ改良しようと思って今回がっちりここ透明なフィルムを入れることによっていい感じになりました。それでねこの中敷きにこれを使って、これはキルト芯、これは縫い糸、ちょっと小さめの仕切り、こうして糸が転がらないし、ちっちゃなハサミも入れたり大きなハサミも入るし、まあ、やりかけの生地をちょっとこう入れて、で針山とか入れて持ち運べます。こんな感じでね、やりかけのものを持ち運べたりもするので、このぐらいの大きさすごく便利かなって思います。裏はねミシンでしました。カチッとしてます。こんな感じ可愛いですよね。それでリクエストにもありましたので、このお揃いの針山も後日またアップしたいなと思います。これとこれねこういう風にして持つとすごく可愛いですよね。これどういう風にして使うかと言いますと、この裏側にこのテープをつけてね貼り合わせてこういう風にして使ってました。今回もちょっと再現しようかなと思います。これとこれとねお揃いだととっても可愛いのでやってみようかなと思います。では最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。この動画が少しでもいいなと思われましたら、グッドボタンもどうぞよろしくお願いいたします。